ということでまず MLB から語っていただく、はい、あの当時アスバーサスパドレスの開幕戦佐々木さん見てどうでしたいやすごかったですね、うん、それまず、ね、日本人が投げて日本人が打って、うん、でリリーフでも日本人が出てくるっていう、うん、もうなんか最近のメジャーを、うん、なんかもう表してるような日本人ばっかりだったじゃないですか、うんうんね、でしかも韓国でもね、うん、あのキムハソン外選試合だから パドレスの方が応援多くなきゃいけないのにそうですよねドジャースの方のユニホームの人が多かったらしいですよ。<laughs> すっごいい売れてるらしいですかね<ー>ユニフォームあのなんかチケット持ってないとなグッズ売り場入れながいのに<ー>前の日に解除して1日だけなんか皆さんどうぞってやったらしいですだから全部17番なくなっちゃったらしいですよ。あれ2万7000円くらいするんですよ。 でもそれでも買ってきてほしかったですけどね <laughs>。<laughs> <laughs> お金払うから <laughs>。欲しいのいや買って、うん、あのメジャーの解説に行く時に、うん、もうそれ着ていっとけば、うん、あもう衣装,衣装として楽なんで <laughs>、あのー。<laughs> そうなんですよあのでも売ってましたよだからあのアリゾナのキャンプ僕行って、うん、ドジャースのキャンプ場でも売ってましたよ。 安西買ってたもん<ー> <laughs> <laughs> 下に山本君の T シャツ着て上に大谷君の医療部着て<ー>でパドレスのキャンプ場行ったら、うん、まあやっぱショップ開いてて、うん、それでやつよく分かってて、ね、タティスジュニアの医療も買ってたもん、うん、あ欲しかったですか。